何の箱かさっぱりわかりませんが、あの噂のルアーです。はい、いつもありがとうございます。坂です。今回なんですけども、今回ですね、注文してた商品がようやく到着しました。で、以前ちょっとツイッターの方ではちょっとツイートしたんですけれども、噂のですよ、デュオの、まあサムネイルを見ていただけた方はまあなんとなくわかると思うんですけども、まあ、デュオの方でね、こう開発されてたというか、ポケモンルアーです。はい、かつてね、もう過去になんかポケモンルアーってあったような気がするんですけども、今回はね、ガチガチに本気で作られたポケモンルアーだそうです。で、村田はじめさんとかがね、こう、実際にスイムテストとかしてて、もうなんかすごい普通に使えそうだな、みたいな感じだったんですけど、まあ何よりちょっとネタ感は強いんですけれども、買おうかな、めっちゃ悩んだんですよ、正直。悩んだんですけど、勢いで、行っちゃいました。なんで、これね、まだ今届いて、何も触れてない状態です。なんで、どんな感じなのかちょっと開封していこうかなと思います。はい、では早速開けていこうと思います。こちらね、とりあえず箱にしては黒い、ちょっとなんかホログラムっぽい感じのようなもんで、ブラックドアープロジェクトって書いてます。はい。ちょっとね、調べてみたんですけど、このブラックドアープロジェクトっていうのは、その、ジオインターナショナルさんが、まあちょっと日々生まれてくるちょっとアイデア、遊び心で、それを本気に形にしていくっていうプロジェクトみたいで。まあ要するにそのデュオってもそのルアーメーカーとしては非常にこう、やっぱ幅広いジャンルでやってたりとか人気なブランドなんですけれども、まあその中でこう真面目にやってきた中でちょっとユニークなものを作ろうっていうプロジェクトみたいですね。で、それのポケモンな感じです。今ホームページちょっと見てみたらもう完売らしいですね。なんで今日4月10日、が発着予定になってるので一応これが出てます。ちょっと開けてみようかなと思います。こうか。まあ、厳重には梱包していただいてます。お、はい、出ました。ドーンと、はい、あ、なんか他にも入ってますね。とりあえずルアーが、この話題のルアー、ピカチュウと概要がですね、買っててます。で、あとはステッカーが入ってます。これかわいいですね。これ概要がピカチュウ、実はね、僕ポケモン世代なんで、初代赤とか緑の世代なんですけど、正直概要が僕あんま詳しくないんで何ともなんですけど、まあこんな感じでステッカー入ってます。いや、まだ入ってますよ。わあ、めっちゃ可愛いよこれ。子供にあげようピカチュウ、なんかクロスみたいな感じかな、多分。はい、で、概要がのクロスも入ってますね。はい、で、あとはまあ納品書とかだけか、はい、説明書とか別にないですね。まあこんな感じですね。同梱品、ステッカーと付近とこちらルアーですね。こっちノットフォーセールなんで、これはもう限定品って感じですね。はい、めっちゃ可愛いな。まあちょっと開けてみようと思います。まあせっかくなんで別々で動画にしようかなと思います。まとめてもいいんですけど、まあせっかくなんでね、それぞれどっちか買った人とかも多分おられると思うので、なんで今回はじゃあ最初にピカチュウにしようかな。はい、ピカチュウからいこうと思います。はい、じゃあ開けてみますね。はい、後ろね、こんな感じでパッケージ書いてます。ピカチュウスロージッタータイプ、全長106ミリで重量 22g、おすすめのアクションみたいな、かわいいですねこれ。モンスターボールついてるんで、でスローリトリーブ、ゆっくり巻くだけ、ストップアンドゴーみたいな、まあ、基本的なアクションですね。はい、でパッケージを巻いていこうと思います。はい、こんな感じですね。ここ別にこの中には入ってないけど、後ろのパッケージもこうモンスターボールみたいになってます。はい、では取り出しますね。はい、こちら、おー、いいですね。なんかジッターもすごい綺麗な感じの形で、ピカチュウのこの耳の部分とかもね、すごいこう綺麗、しっかりできてます。で、何のこれ解説してるんだろう。あ、しかもね、これ尻尾部分にフックついてるんだ、すごい。で、フックもテフロン加工ですね。しっかりしたものがついて刺さり良さそうな感じです。で、特にそのここは何なんだろう、スイベルみたいな感じになってるんですけど、別に回るのか。あ、回りますね。ちょっと目の硬いな、どんな作りなのちょっとよくわかんないですけど、はい、まあ、こんな感じかなと思います。で、まあ、村田はじめさんとかがこうスイムチェックしてたりするんですけど、まあ、実際今回もね、ちょっと投げてみたりとか、泳がしてみたりして、ちょっと試してみようと思います。で、まあ、スローリトリーブで使うって書いてあったんですけど、まあ、スローリトリーブ以外でも全然使えるかなっていう感じなんで、まあ、その使用感をね、ちょっとインプレしていこうと思います。はい、ではこちら、現場へ行ってみます。はい、ではね、こちらやってきました。はい、ピカチュウ。一応ね、スナップついてないんで、スナップはつけました。モンバダのスナップをつけてます。これで持ってあるのちょっと恥ずかしいんですよね。でしかもその今フィールドちょっといろいろこう試投しようと、試し投げしようと思って回ってきたんですけど、どこも人がいっぱいでね、まあ、今日ちょっと休日なんで多かって、これ持っていくのちょっとさすがにちょっと僕も恥ずかしいなと思って、はい、でたどり着きましたではね、実際にちょっと投げてやってみようかなと思います。まあ、キャストっすよね。あ、タックルですね。タックルがスコーピオン 200HG にグラディエーターアンチの、アンダーテイカーですね。ダブルエクストラヘビー75です。
まあ、タックに関しては普通にバーサタイルロッキーに行ける重さですし、まあ、ミディアムぐらい、低くてミディアムぐらいならギリ投げれるかなって感じです、ピカチュウに関しては。じゃあちょっと投げてみますね。お、よく飛んでくれます。一応パッケージにはゆっくり巻くって書いてあったんですよね。ゆっくりすぎちゃダメですね、やっぱり。ポポポポポポポ、あ、いい音鳴ってますね。ポポ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 。ラインは今20本伸びてるんですけど、この感じだと多分14、低くて14とか16ぐらいあれば安心かなって感じですね。すげえこんな感じです。なんか尻尾はそんなに動くというよりはひっついてきてるって感じですね。まあ、カップオンでしっかり見せてあげるみたいな感じだと思います。キャストに関しても全然いい感じ。しっかり重量の。ただあまりこうデッドスローリトリーブしちゃうと止まっちゃうので、これはこれでありなのか。めちゃめちゃデッドスローしてみるとなんかポコポコは言わないですけど、こうなんかちょっと若干クローリングしてるって、波がちょっと立ってるので泳がしちゃ来れるかなって感じですね。トゥイッチみたいなアクションはさすがにちょっとできないみたいですね。結構ね、やっぱこの類のルアーって最近こうあまりこう他社で出てないじゃないですか。まあ、そうだ、カップ系のやつってそんなにないイメージ、まあ、ノイジーですね、あの昔からあるノイジータイプってあんまりないんで、逆に目新しいんで、うん、なんか意外と可能性はあるかもしれないですね、水面系で。で、水押しはそんな強くない感じです。まあ、音でしっかりアピールするかなって感じですね。うん、まあ、尻尾はもうあくまで付属品ですね。ただなんか尻尾にも針がついてるんで、これ いるのかなみたいな感じがするんですけど、尻尾のところにこう例えばショートバイトしたりとかしても全然しっかり刺さってくるんじゃないかなと思います。はい、じゃあこちらでピカチュウ今回ちょっと使っていきました。まあ、ちょっと試し投げなんで全然釣りにはかかってないですけど、まあ、これからの、ね、水面で出す頃とか非常にいいんじゃないかなって感じです。まあ、意外と尻尾はそんな意味あるのかな。で、今使ってたら結構ね、尻尾がね、こうなんか例えばちょっとウィードこう切ったりとかした時に絡んでしまうことがあって、それもう尻尾取ってもいいんじゃないかなっていう感じはちょっとありますね。なんかそこまで、まあ、でもこのジョイント部分ついてるってことは何かしらの改造もできるので、まあ全然ありかなと思います。うん、まあ、恥ずかしいけど全然いい感じだと思います。まあ、結構夏前とかあのトップウォーター強くなる時期には僕も投げていこうかなと思うんで、またぜひこれで釣れるかなと思って頑張ってみようと思います。はい、では今回で以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。